はい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 。今日巨人負けると思ったけど、マジで素晴らしい勝利だったと僕思います。本当に菅野さんのピッチングもそうだし、まあ点はね、取られてしまったんだけど、それをね、岡本和真選手がね、起死回生のホームラン、そっから10回表ですか?はい、逆転というところで、非常にね、なんか、めちゃくちゃいい感じで、週末終われそうやなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日も始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたタイガース対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思っております。まず結果からなんですけども、2対1でジャイアンツが勝利いたしました。イエーイというところでですね、はい、非常にね、まあロースコアはあるんだけど、非常に見応えのある試合だったというふうに僕思っております。はい、でですね、こちら、今日の試合の一言メモになるんですけども、起死回生の岡本ホームラン、素晴らしかったと。で、10回表の流れは、素晴らしい流れで、いい得点の仕方ができてましたと。で、菅野さんももちろんすごかったですというところで、やはり、今日の試合、まず大前提、誰が良かったのと。誰がこの試合を引き締まった試合を作ってくれたのというところは、やはり巨人の菅野投手と、で、阪神の才木投手、この二人の今セリーグで5勝と4勝してるね、トップ争いをしてるようなピッチャーの投げ合いが、すごく非常にこの引き締まった試合をやってくれたっていうところが大きいというふうに思います。その中でですね、なかなかジャイアンツは点取れないと、その中でいろいろ試行錯誤をね、してたんですけども、結局点を取ったのはですね、その一振り、岡本和真選手の9号かなっていうところの値千金に当たります、ホームランというところで、同点に追いつきまして、で10回に、追加点を取りまして、でその2対11点差をものにしたというようなゲームになっております。じゃあね、まず得点シーン振り返っていきまして、そこから詳しい解説していきたいと思います。はい、まずですね、まあずーっとね、二人ともいい投手なんで、ずーっとたこ焼き、0点が並んでおりますと。で、そこでですね、先制したのはね、なんとタイガースだったんですよね。はい、7回裏ですね、ワンアウト1、3塁から、これ渡辺選手、もうね、もう詰まって OK と、もう内野が前に来てるから、もうなんとしても、ミートポイント近くしても、バット折れても、何をしてでも、もう内野の頭をこすんだという、もうめちゃくちゃ執念のね、バッティングですよ。はい。で、そこでライト前ヒットを持っていかれまして、1点と、先制されると。で、僕今日ライブ配信してて、この1点で負けるのかと、菅野投手がね、この7回まで、言うたらノーヒットノーランしてたわけですよ。で、点を取られて、まあ結局3安打しか打たれてないと。で、それで1点で負けさすのかと、負け投手にするのかと、もう情けないぞというようなね、ことを言ってましたと。なんだけど、9回表ですね、もう、もう無理かなと。もうこの回で終わりやっていう時に、なんと、ワンアウトランナーなしから岡本選手がホームランをね、それにセンターの横ぐらいに打ち込むというね、バケモンホームランを打ちまして、同点に追いつくと。で、10回表もですね、ワンアウト1、3塁から丸選手の犠牲フライというところで決勝点上げまして、2対1というようなゲームになっております。じゃあちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけども、今日はね、非常に見応えのある、僕は今日のゲームね、すごく好きなゲームだったなというふうに思います。はい、まず、2回表なんですけども、まあ、ジャイアンツ点取れてないって、まあ、再三言ってますと、僕もね。で、この回ね、ワンアウトから、長野選手がセンター前ヒット。で、出口選手も初球をね、引っ張ってカチン打って、ライト前ヒット打つんですよ。いい当たりのね。で、ワンアウト1、2塁という、すごくチャンスを作りますと。その場面で、小林選手がね、まあ、ちょっと難しいボールというか、まあその、セカンドゴロをね、まあ右方向を意識しながら打っていった中、まあセカンドゴロになってしまって、まあ、ゲッツーですわ。っていうところで、まあチャンスを崩してしまうと、潰してしまうというところがあったんで、まあ今日も点入らないのかなっていう感じはこの時点ではね、すごくしてました。で、4回までですね、これね、さっきから点が入らないっていうふうに言ってて、で、これ、岡本選手がワンアウトから、レフト前ヒット打ちまして、長野さんがね、うまいことサードゴロをね、カーブで打たされてっていうところで、一塁はセーフで一塁残りますと。で、ツーアウト一塁という場面で、出口選手が打席の時に、まあ、長野選手がね、こう、スチールをバーって、こう、ピッチャーがまだ投げてない時に、バーって走って、
まあ、強殺というかね、挟まれてアウトになるんですけども、これは、ライブ配信中にも言ったんですけども、おそらく、サインなんですよね。まあ、点が取れてない。何としてもセカンド、スコアリングポジションに送りたいというところで、まあ、蝶野さんね、そこまで足がめちゃくちゃ速いわけではないというところで、まあ、ギャンブルスタートというところをね、まあ、多分、ベンチから出して、まあ、ここはもう牽制ないだろうと、もう行けというところで、行ったんですけども、まあ、長く持たれた分ですね、飛び出しという形になってしまって、まあ、アウトになってしまうと。まあ、そのライブ配信中はそのコメントで、蝶野がなんか、いらんことしたとか、なんかこう、なんか勝手なことしてるとか、なんか意味わからんことしてるみたいなこと言ってましたけども、これ、まあ、蝶野さんがね、そんな、自分でそんなやるっていうのはおそらくないと思いますから、まあ、そのベンチからの指示だったんじゃないかなっていうふうに僕思います。はい、次、4回裏なんですけども、これね、まあ、非常にこう、ノーヒットノーランのピッチングをずっと続けてると、菅野投手がね、非常に素晴らしいピッチング。特にスライダーとかがね、良かったんですけども、で、このワンアウトランナーですから、森下選手、僕森下選手、めちゃくちゃ不気味なんですよ。やっぱり打率はね、そんな高くないんだけど、めちゃくちゃ印象に残るような打撃をしてるっていう僕の中でイメージがあって、まあやっぱり危ないなっていうのはあったんですよ。で、その中で、このね、セカンドゴロだったんですけども、吉川選手がポジショニングをね、いいところ守ってまして、これアウトにするっていうところで、非常にね、まあ、守備範囲ももちろん広いんだけど、そういうポジショニングとか、嗅覚とか、まあ、もしかしたらデータを使って、こう、移動させたりとか、してるのかもしれないですけども、そういうね、吉川選手のこの守備力っていうところに、非常にね、今季助けられてるなっていうふうに思っております。はい、で、次、6回表なんですけど、ここですよね。はい、ツーアウトからですね、坂本選手が内野安打、ショートへの内野安打。で、ツーアウト一塁から吉川選手が詰まりながらも、レフト前ヒットに持っていくと。で、なんとかしてチャンスで4番の岡本選手に回すと。で、ツーアウト一塁で岡本選手。まあ、結果的にはライトライナーだったんですよ。で、この場面っていうのは、やはり、まあ、まだ点が入ってないというところで、相手バッテリー、阪神バッテリーからしても、インサイドっていうのはなかなか投げにくいと思うんです。やっぱりなぜかっていうと、コントロールミスしたら真ん中に入って、まあ、いくら調子が悪いと言っても、まあ、4番ですから、岡本選手ですから、ホームランもあり得ると。だから、やっぱり外中心、外とか低め中心になる、配球になるんですよね。で、そこで、岡本選手もおそらく分かってるわけですよ。まあ、俺にインサイドは来ないだろうっていうところ分かってますと。で、最後の球ね、アウトコース低めのまっすぐだったんですけども、それね、岡本選手インサイドに来ないっていう風に張ってますから、踏み込んで非常にいい打ち方していったんですよ。めちゃくちゃいい打ち方したんだ。だけど、それがライトライナーになってしまうと。すごくいい当たりだったんだけど、ライトライナーっていうところで、まあ結果的にチャンスは潰れてるんだけども、僕ね、これライブ配信中にも言ってたと思うんですけど、これね、これ打撃の内容はいいよと。うん。打球もいいし、狙いもちゃんと頭も整理できてるし、非常にいいよっていう風に、僕も実際本当にそうやって思ってたんで、もしかしたら今日、岡本選手、なんかその、後半にね、打ってくれるかもしれないっていうのはね、この時点でも感じてました。はい。で、7回裏ですね、これ、阪神の攻撃と。で、今までノーヒットピッチングを続けた菅野さんね。で、ワンアウトから先ほど言いました森下選手、まあ、非常にこう、印象深い当たりが多いというふうに言ってますけども、まあ、少し中に入ったボール、少しだけね、ほんの少しだけ中に入ったボールを、まあ、センターにね、二塁打打たれると。これが今日の試合の初めてのヒットね。で、僕はこのヒットがちょっとでかかったというか、このヒットがちょっと点取られた原因じゃないかなというふうに思ってるのが、ここですよね。ワンアウト二塁で大山選手にレフト前ヒット打たれるんですけども、これがスライダーという球種ね、今日すごく良かったですと。めちゃくちゃコントロールもできてるし、めちゃくちゃ曲がり幅も大きいと。バッターの手元ですごく曲がってるという球種だったんだけど、ここに来て森下選手にヒット打たれて、やっぱりね、あれぐらいの大投手であっても動揺はするし、やはり、変化はあると。で、その中で、大山選手にスライダーをレフト前ヒット打たれたんだけど、これが、小林選手がね、広くと、アウトコースでいいよというふうに言ってるやつが、バーって真ん中に入って、それがカチン打たれるんですよ。もうここぐらいで、ちょっと菅野さんちょっとやばいなっていうふうに思ってたんですよね。やはり、今までいいピッチングをしてて、打たれてちょっとこう、緊張の尾が切れるじゃないけど、やはりこう、そういうのってあるんですよ。で、そこで、次のバッターの大山選手にも連続ヒットを打たれるっていうところで、ちょっとやばいなっていう感じがしてますと。で、まあまだ点が取られてないんでね、それは続投、確実続投ですけども、ここでですね、非常に良かったのが、この渡辺選手ね、ワンアウト一三塁で、守備体系は、まあ前進とまでは言わないですけども、まあ中間守備ぐらいだったんですよ。で、この時って、非常に先ほど言ったように、スライダーがいいと。うん。
で、渡辺選手もね、間違いなくスライダーがいいっていうのを分かってますと。これまで打ててないんだからね。みんな打ててないんだから。で、その中で、小林捕手、菅野バッテリーはですね、スライダーっていうのを、相手は意識してるだろうと。その中で、インサイドを攻めていくんですよね。で、インサイド3球いくんですよ。で、1球目がインサイドを構えたやつが、ちょっと真ん中に入って、ストライクと。で、2球目もインサイド行きましたと。ツーシームか。ツーシーム行って、こう、バッターをこう起こすような、ボールになるんですよね。で、もう間違いなく、渡辺選手はもうこんだけインサイド行ってるんだから、もう外でしょっていう風に思ってると思って、もう1球インサイド行ったんですよね。それを、渡辺選手が非常に良かったのは、それを外のスライダーやと思ってて、インサイド来たらもう完璧に詰まったりとか空振りしちゃうんですけども、もしかしたらインサイドにあるかもしれない。うん。でも外のスライダーもあるかもしれない。だったら、ポイントを極力近くして、インサイドのボール、もうバット折れようが、詰まろうが何しようがいいから、とりあえずバットに当たれっていうような打ち方。うん。だからポイントをできるだけ近くして、スライダーの見極めを良くする。で、もしかしたらインサイドに来た時も、なんとか当ててファールにするっていうような、すごい高度な待ち方をしてたんですよね。で、それが、ツーシームね、最後行ったんですけども、それをね、もうこんなとこですわ。もうこんなとこじゃないですよ。こんなもう体のクソ近いとこで、バーン打って、やっぱ前進守備、多少前に来てるんで、ファーストの後ろにボーンって落ちるんですよ。で、それタイムリーになるんですけど、これは、正直、配球とかも素晴らしかったと思うし、相手がそういう風に思ってるだろうと思って、裏を変えていってるし、で、菅野さん自体も投げ切れてるんだけど、それをね、もう、渡辺選手のもう待ち方、バットの出し方が素晴らしいというところでヒットになるんですよね。ってなると、やはり、このヒットは仕方ないっていう風に考えるんであれば、やっぱりこの大山選手のこのヒット、レフト前ヒット、スライダーが中に入ったヒットっていうのは、防いで欲しかったなっていうか、菅野さんからしたら、これが痛かったなっていう風に感じてると思います。でですね、8回表。はい、でですね、立岡選手がね、ピンチヒッターで出て、ライト前ヒット打ちますと。で、ノーアウト1塁でピンチヒッターの門脇選手がバントしっかり決めると。これもすごく良かったですね。で、ここで、やはり佐伯投手がここまで投げてるから、ピッチャーっていうのはあまり余ってるわけですよ。阪神のピッチャーね、中継ぎ陣が。で、そこで、ワンアウト二塁という場面で、キリシキ投手が出てくるんですよね。マリさんの打席で。で、セカンドゴロに打ち取られると。で、坂本さん、ツーアウト三塁っていうところで、回ってくるんですけども、ここで、もう一人一冊。一人の打者を打ち取るために、一人の投手を出していくというところで、すぐにスイッチして、これ石井投手ね、投げてきて、まあ、結果サードゴロっていうところで、やはり、佐伯投手は今言いましたけども、長いイニング投げてるから、やっぱ中継ぎ陣はね、温存できてるわけなんで、こういうような系統っていうのができるわけなんですよ。だから、先発投手はね、ある程度こう、長いイニングをしっかり、抑えながら投げるっていうのは非常に大事で、体力も温存できるし、こういう風な、まあ、一人一冊というような、こう、系統もできるっていうところがあるんで、先発ピッチャーが、すごくね、この、どこまで投げるかとか、どこまで抑えて投げるかっていうのは、試合をね、やっていく上で非常に大切と。一番大切かなって言ってもいいぐらいの、重要度なんですよね。でですね、ここですよね。9回表。もう負けフラグビンビン立ってました。もう負けるかなっていうのを思ってたんだけど、まあゲラ投手ね、まあ先頭バッター打ち取ったんだけど、まああんまり状態良くないと。ちょっと高めに浮いてんな、みたいな話をしてたんですよ。で、ワンアウトランナーなしから岡本選手ね。まあ、阪神バッテリーからしたら、どう考えても、この時点で 1-0 じゃないですか。この回抑えた勝ちじゃないですか。どう考えてもホームランだけダメなんですよ。先ほど言ったように、2回表もね、ヒット出ても、ゲッツーになったりとかするんで、やはり連打はなかなか見込めないと。いいピッチャーなんでね。だから岡本選手にはもう期待するのって、ホームラン一択なんですよ。で、そこで、阪神バッテリーは、まあ確かにね、ま、打った球は真ん中の球でした。ちょっとアウトコース構えてたやつがちょっと真ん中入ってドッガチーンいかれたんですけど、もう正直ね、アウトコースに、しっかり投げとけば、ホームランはなかったのかなっていうふうに思うんですよ。なぜかというと、今日浜風非常に吹いてまして、浜風っていうのは、ライトからレフトに吹く、すごい強い風のことを浜風、甲子園特有の風なんですけど、っていうことは、ライトからレフトに吹くってことは、ライトには飛びにくいわけですよ。うん。飛距離が伸びないんですよ。だから、右バッターの岡本選手がライトにホームランを打とうとすると、
まあなかなかしっかり捉えないと、本当にドマシンでしっかり捉えないとホームランにならないわけですよ。だからしっかりアウトコースに投げ込んでさえすれば、あれだけの球威があってね、ホームランはなかったと思うんですよ。ただそれが真ん中に入って岡本選手がセンターの左ぐらいにホームランを打つというところで、非常にね、まあ、阪神バッテリーからしたら悔やまれる一球だし、巨人からしたら素晴らしいホームランだったなというふうに思います。で、最後10回表ですけども、これもですね、非常にね、流れるような攻撃だったんですよね。どういうことかというと、先頭の小林選手が、センター前ヒットで出ますと、これも非常に大きかったね。で、キャッチャー、ここまでね、しっかりこう小林選手頑張ってきてくれると。1対1の同点だと。で、キャッチャー変えると、ピッチャー変えるよりも、得点がね、入ったりすることってよくあるんですよ。やっぱ流れとかがあるから。うん、だから、極力キャッチャーって変えたくないんだけど、ここでもう、絶対1点を取りたいというところで、ピンチランナー、シゲノブさんなんですよね。で、ノーアウト一塁で立岡さん回ってくるんだけど、ここめちゃくちゃでかかったんだけど、一球で、本当に一球でバンドパーンってめっちゃうまいの決めるんですよ。こういうね、やっぱ野球ってマジで流れのスポーツだから、こういう、例えばね、立岡さんがバーンファールやりましたとか、なんか見逃して空振りして、しましたとか、そんなことをしてたら、多分手入れないんですよ。なんだけど、しっかりファーストストライクをポンってバントして、はい、ランナー二塁みたいな感じで、もうポン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 って流れがね、来てたんですよ。で、ここで、ワンアウト二塁でピンチヒッター岸田選手ね。これがでかかったよね、これね。はい、ピンチヒッターでね。やっぱ打つの難しいですと、岩崎投手。それは難しいよと。普通に出てる選手が打つのにも難しいんだから。それは難しいよ。なんだけど、このツーストライク追い込まれましたと。ああ、もうやばいというところで、三球勝負なんか正直しなくていいんですよ。どう考えてもね。うん。しっかりもう通訳追い込んだから、じっくりストライクからボールになる変化球とか、しっかりやってったらいいわけなんですけど、アウトコースに外してたボールをちょっとだけ中入ったんですよ。で、それで岸田選手短く持ってますし、もうなんとか当ててっていう風に思ってるから、その、ちょっとだけ中に入ってきたボールをコンタクトできるんですよね。それでライト前ヒット、これマジでかかったね。チームとしても大きいし、この岸田選手の評価としてもめちゃくちゃ大きいよね。選手としての評価としてもね。で、ワンアウト一三塁で丸選手。で、犠牲フライというところで、まあ、近本選手の肩弱いって僕言いましたけども、あれは、定位置よりちょっと前ぐらいのフライだったんですけど、もうあれホームで刺すんだったら、カットマンに投げたらダメなのよ。もうあれも一人で、キャッチャー梅野選手に投げるぐらいの送球をしないと、まあおそらくアウトにはならないので、あれはね、まあ近本選手が悪いとかではないけど、一人で投げるぐらいの勢いで投げないとっていうふうに僕は思いました。はい。そんな感じでね、最後もバルナード選手がしっかり抑えてくれて、勝ちましたというところで、非常にね、素晴らしい試合でした。これ2対1というね、ロースコアですけども、非常に中身のあって、今までちょっと岡本選手ね、ライブ配信中もそうでしたけども、岡本が全然打てないとか、いうふうなね、声ありましたけども、それをね、すべて蹴散らすホームラン。素晴らしい。で、打撃の内容もちょっとずつ上がってきた。もしかしたら交流戦で、大爆発してくれるかもしれない。っていうところを、すごくね、期待を持てるような、打席が多かったし、チームとしても非常にいい流れというかね、いい勝ち方だったというふうに思いますんで、まあソフトバンクだと思うんですけども、まあ強敵、間違いなく強いですけども、そこにね、どのような戦いをしていくのかっていうところもね、これから見ていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。